はい、ゲロチョンです。今日はですね、夜釣りにやってまいりました。それでね、今日ね、電球儀とね、投げ釣りで遊んでみたいなと思っております。それで今日はね、時刻は今大体6時ぐらいですね。6時ぐらいに今到着しました。この時間帯からね、しばらくね、数時間やってみて楽しんでいきたいなと思っておりますんで、早速じゃあね、仕掛けを作って放り投げていきます。ではね、のんびりと頑張ります。はい、今ね、浮き釣りと投げ釣りがセットできました。で、3本ね、今ね放り投げたところです。そして浮き釣りはどこかな、この辺りですね。で、今ね、浮き釣りと電球機とね、投げ釣りね、2本を出しております。合計3本ですね。3本で今はもう6時半ぐらいになっておると思います。そこからね、今からね、やっていきたいと思っておりますんで、じゃあね、これからね、どれぐらいね釣れるか楽しみにしておきます。ではやっていきます。当たりがね、全然ありませんね。このね、浮きがね、沈んでくれるのをね、期待してるんですが、なかなかですね。ちょっとね、結構ね、今ね、寒いんですよね。もうね、今ね、今日はだいたい12月のね、上旬ぐらいなんですけど、結構ね、寒いです。だからね、今日はね、結構厚着してやってきたんですけど、全くね、今のところね、当たりすらないのでね、ちょっとね、余計にね、体がね、寒くなっております。ここは大体水門ですね。見えんな。よいしょ。浮きが沈んだかな。沈んでるな。何もね、当たりがこんな。よいしょ。満潮までもうちょっとかかるかな。一応ね、渋い時はね、誘ってんねんけどね。さーて、地合いはいつなったら来るか。釣れるのかな。今日は坊主なったりしてな。いやいや、いかん。そんなこと考えていたら本当に坊主になるじゃないか。よいしょ。なんか鈴は鳴ったぞ。ちゃうか。よいしょ。お、なんか来てるな。さっきから鈴がちょっと鳴っとる。よいしょ。さあ、なんか来たかな。よし、どうや。ん？何も来てないか。さっきが鈴鳴っとってんけどな。あ、なんか聞いてた。何これ。ハゼや。ハゼですね。はい、よし。はい、ハゼが釣れやした、ね、よし。はい、ハゼがね、一匹釣れました。だいたい食べ頃ですね。うん、最初に釣れたのはハゼが1匹で、これからね、どれぐらい釣れていくのかわからないけど、もうちょっとね、やっていきます。よいしょ。はい、ハゼがね、1匹釣れてからね、またね、しばらくね、当たりが止まりましたね。今ね、ちょっと当たりがなくてね、ちょっとゆっくりとのんびりとさせていただいてるんですけども、ちょっとやっぱりね、寒いですわ。うん、この時期もう12月のね、上旬になるとね、寒いですね、結構。うん、雪が下がったんかな、ようわからんな。まあこういう感じでね、もうちょっとね、頑張ってみます。ちょっとね、当たりも止まってね、心寒くなってきております。この網をね、使うことがあるのかどうかわかりませんけど、ではもうちょっと頑張ります。なんか来たよ。よいしょ。なんか当たりやったな。小さな当たりやな。
あ、何号かな。よし。なんかなんか小さいの置いてさえな。よいしょ。なんだ、ハゼですね。またハゼだ。よし。ちょっとサイズ弱なったんかな、さっきよりは。またハゼですね。はい、2匹目のハゼですね。まあ、食べ頃のサイズですね。いいサイズかね。はい、2匹目です。あれ、今日はハゼしか釣れんな。よいしょ。アナゴが欲しいですね。アナゴね、アナゴ来そうやと思ってんけどな。あ、これ浮きだけはなんか寂しく浮いとるけど、当たりすらないしな、浮きは。よいしょ。ということで2匹目はハゼです。でも寒いな。よいしょ。はい、もうね、当たりすらなくなってしまってね、長い間粘ってみたんですけども、結局ね、ここで釣れたのはハゼがね2匹だけでしたね。こんな感じで、よいしょ。はい、どこかな、ここに。はい、結局ねハゼがね2匹だけになってしまいました。もう長い間ねしばらくやってみたんですけどね、全くねもう当たりもなくなったんでね、もうそろそろもう帰ります。ということで今日の結果はハゼ2匹だけです。ということでまたね、他場所もねいろいろと行って釣ってみたいと思います。とりあえずね、今回はねこの場所ではもうハゼが2匹だけでした。ちょっとね寒いんでね、車でねちょっとね温まりたいと思います。ということでまたね、評価は悪かったんですが、また見ていただければ幸いありがたいと思っております。ではね、またね、またね頑張りますんでよろしくお願いします。バイバイ。お腹も減った。